あの歌、物語聞かせてねっていうことが書いてあったんですよ。カセットテープ
思ってるんですが、まあ、それを巡り巡って僕の手元に戻ってきた。で、うろ覚えで歌った歌、もうものすごく汚い字で書いたと思ったんですけど、まあ、物語というか、惜別というふうになって、当時、ママになりましたっていうくだりはもちろんないですよね。ママになる前に僕が作った歌ですから。で、ママになったくだりをつけて、改めて惜別の歌を作りました。結局、恋をしたわけでもなく、恋人だったのもちろんなったわけでもなく、というふうに、まあ、まあ、今から思えばね、始まりもせずに、始まってないから終わってないんでしょうけど、そういう男と女と恋というか、惜別のようです。そして、いつか。
丁目の夕日っていう映画がありますね。で、あの僕あの生まれも育ちも東京の下町も下町っていう本当に下品なところなんです。で、親父も僕も本当に下町の貧乏育ちで、あのオールエイズの映画を見てると、うちの親父がまさにあの杉真一さんの喋り方なんですね。1曲目に巻き舌でよく歌ってましたけどね。うちの親父はあのなんていうんですかね、まあ江戸弁なんですよ。よく東京弁、関東弁って関西の方言いますけど、本当はそういうのないんですね。あの標準語から山手言葉、こう NHK 語っていうかね、新しいです。赤いノスタルジアという、これをね、あのちょっと小さい頃、いろんな年代の方いらっしゃると思うんですけど、思い出しながら、ハンカチ瞳を
そこにある、途中でプッと
切らさないでくださいね。あの風のメッセージっていう歌なんですけどね、これはあのまあ分かりやすく言うとプロポーズですね。あのプロポーズあのプロポーズなんていうんですか、こう夢があるじゃないですか。あの 断られるまでの束の間の間なんですけどね、その数だけ歌が生まれるという。あの何曲あるんですか聞かないでくださいね。ラーソー
失恋の歌もプロポーズの歌の数に負けずに実はあるんですけども、まあ、さざ波という、さざ波、なんかざわめくでしょ、なんかもうそれだけでちょっと悲しい。No, no, no.
もあの時なんて考えるのが予想目を閉じて耳を澄ましてもらう風も凍った君の後ろからそっと囁くように奇跡を今感じて